デトラちゃんは見た。俺の名前はトクサ。家へ帰るとアパートが燃えていた。嘘だ、そんな。トクサちゃん、よかったわ、無事だったのね。あ、大家さん。大家さんはアパートの隣に一人で住んでいる。毎日アパートの掃除をしてくれて、宅配物を預かっておいてくれたり、会うと気さくに声をかけてくれる優しい人だ。ごめんね、トクサちゃん。私がちゃんと見てなかったから、こんなことに。ごめんなさい。本当にごめんなさいね。大家さん、大家さんこそアパートがなくなって、これからどうやって暮らしていくのか。自分だって大変だろうに、ただただ謝り続ける姿に涙がこみ上げてきた。それから数分して鎮火された。火元は1階の通路の一番道路に近い場所で、全焼は免れたが、1階も2階も多くの部屋が焼けてしまった。昼間の火事だったので怪我人が出なかったのは不幸中の幸いだ。俺の部屋は火元から一番遠い部屋だったため、ほとんど焼けずに済んだ。気づき出したけど。はぁ、俺の部屋。嘘でしょ、火事。夜になるとアパートの住人が続々と帰ってきて唖然としていた。ごめんなさい、私がちゃんと見ていれば。ごめんなさい、みんな本当にごめんなさい。ほんとその通りだよ、このババア。どうすんだよ、ほとんど焼けちまってんだろうが。大家のくせに何してたんだよ、てめえはよ。そうよそうよ、ごめんなさいごめんなさい。家財道具が全部焼けてしまったのに原因も犯人もわからない。行き場のない住人たちの怒りの矛先が大家さんに向かった。住人たちは大家さんを責め、罵声を浴びせ続け、大家さんはひたすら泣きながら謝っていた。その後、俺は友人の家に泊めてもらい、大変だったね。ありがとう。時々アパートに戻って、まだ使えるものがないか探した。服や本、家電なんかは全滅だったけど、 CD とか皿とかは無事だった。これだけか。この時、大家さんも手伝ってくれた。これも大丈夫よ。あの、大家さん。何？原因、分かったんですか？放火ということだけ。放火？犯人は分かってないんですか？いいのよ。もう、何にせよ、火をつけられてすぐに気づけなかった。私が悪いのよ。本当にごめんなさいね、トクサちゃん。大家さん、あんまり自分を責めないでください。悪いのは放火犯です。大家さんだって怒っていいんですよ。被害者なんですから。ありがとう、トクサちゃん。よし、じゃあ俺行きますね。新居決まったの？まだですけど、友人の家に泊めてもらってるんで当分は大丈夫です。そう、最後はこんなだったけど、俺このアパート好きでしたよ。それじゃあ大家さん。数ヶ月後。ん？連絡先を交換していたアパートの住人から連絡が届いた。それは放火犯が逮捕されたという内容だった。俺の家を奪い、大家さんを悲しませた犯人、一体誰だ？大家だってさ、マジふざけんなって感じだよね。はぁ？そう、犯人は大家だった。アパートにかかってる火災保険が目的だったらしい。一番端に火をつけたのは、一応俺とは仲良くしてたから気を使って一番遠いところにしてくれたらしい。なんだその気遣い。はぁ、ふざけんなバーバー。いらねえよそんな気遣い。どうすんだよ俺の服とか家電とか。あん時ババア攻めてたやつら大正解じゃねえか。クソが、なんで俺は放火犯と一緒に部屋掃除してたんだよ。なんで。大家さん、最後だし記念にどうです？とか言って焼けたアパートの前で一緒に写真撮っちゃってんだよ俺は。返せ俺の涙を、返せババア。今でもたまに思い出して腹が立つ。ご視聴いただきありがとうございました。大家さんのあの涙は放火犯だとバレないようにするための演技だったのか、それとも住人への罪悪感からだったのか、後者であってほしいのですが、自分のアパートだけでなく他の家にも被害が出る可能性もあったので思いとどまってほしかったですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また放火は許せないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。